池田太史監督が率いる日本女子代表は7月28日、パリ五輪のグループステージ第2戦でブラジルと対戦し、2-1で劇的な勝利を飾った。56分に先制を許したなでしこジャパンは、終盤に PK を獲得すると、キャプテンの熊谷咲希が決め、90プラス1分に同点に追いつく。さらに、 その PK を誘発した谷川桃子が相手のパスミスをついてミドルシュートを決め、逆転に成功した。対戦国ブラジルのメディア、テラ、は、この衝撃的なスーパーゴールの前、同点後のプレーについて、逆転ゴール時の2度のミスにより、DF ラファエウが先犯となった、と指摘。こう振り返っている、事態はさらに悪化した。51分、DF ラファエウのパスがうまくいかず、 日本の攻撃を許してしまった。幸運にもブラジルがボールを取り戻し、ラファエウがパスをブロックした。しかし、彼女はまたミスを犯した。こうしてボールは谷川へと向かい、ブキロレーナの上にループした、同メディアは素晴らしいゴールだ。しかし、それはひどいミスだったことが判明した。試合が終了し、ブラジルの選手たちはイライラして帰っていった。 要するに、彼女らは確実な勝利が停滞敗北に変わるのを見たのだ、と続けた。ブラジル側から見れば、痛恨のミスとなった。